こんにちは、ライムです。ということで今回はラビリンスダンジョン忍者新ガチャ性能解説。ね、もう遅いよって話なんだけど、そうなんですよね。メモだけ書いてて、まあ今になっちゃったんですけど、まあもうメモ書いてたんで、やります。はい。ということでですね、まず今回スタンプシート DCFF7 モデルということで、こちらはユフィかな。明らかにユフィかな。ユフィさんのドレスレコードがもらえるらしいです。はい。で、ラインナップがエッジとユフィとキロスということになっております。で、まあ、この辺に関しては、あれかな、ミニレポートの時にもお話しした通り、まあ、エッジはやはり毒属性のもので来たよというところですかね。はい。で、まあ、このエッジなんですが、マスター審議見ていくとですね、残念ながらオートリベンジ、天命、ウェポンブレイクに対するカウンターとして、ウェポンブレイクバフ、ポンブレバフだね。攻撃、精神、防御、魔法アップというもので、ウェポンブレイク食らった瞬間にカウンターでまた上書きするよっていうマスター審議ですが、絶対これじゃないとできないというわけではないし、このね、オートリベンジ、カウンター型のやつは、限界突破レベルが2しか上がんないんだよね。マスター審議使った時の。ということなので、弱いです。端的に言うと、幻突型のやつと比べるとね、火力がそこまで上がってくれないので、これだったらわざわざマスター審議打つ意味あるのっていう、そういうことにもなってくる。まあ、英雄強化のね、この 50% のバフとかは超強いんだけど、まあ、強いっちゃ強いんだけど、それだったら別のキャラでよくねっていう感じですか。まあ、本当に天命忍者勝てない人向けになってくるかなと思うんですが、まあ、これが実装された時ですね、天命忍者の初見攻略動画アップしてますが、でも一番苦戦したのかな、天命忍者が。なんだかんだキャラも少ないしね、天命忍者一番むずいと思う。まあ今はちょっとね、選択肢も増えました。その当時使えなかった専用アビリティも使えるようになってたりとかもしますしね。まあいろいろ選択肢ある中で、ちょっと天命忍者苦戦してるよっていう方は選択肢の一つとしては一応入ってくるかなと。ただまあ広い目で見ると特に必要はないかなっていうところだね。広い目というか広い視野で見たときに、エッジのこの毒のマスター審議見ると、非常に使い道が狭いのでね。基本もう、天命忍者専用になっちゃってるから、使いにくいですね。太陽属性も毒だしね。はい。ちなみにですね、一応バフだけ欲しかった場合でも、毒関係なく使っていけるんだよね。例えば、エッジの毒の必殺技全然持ってない。でもポンブレバフは欲しいみたいな場面でも、水属性運用でこのマスター審議使っても全然大丈夫。英雄強化は関係なく乗っかってくるし、うん、全然大丈夫です。毒のダメージも一応出るからね、天命忍者であれば。まあ、毒性まといとか当然毒まといはしていないので火力はそんな出ないけどね。まあ、一応そういった運用も全然ありかなと思います。で、あとはですね、エッジのクリシンとかは復刻だからいいとして、悪心だね。あれ待って、エッジのクリシン、嘘だよね、これは復刻だよね。で、悪心が毒浴び使用するために効果が上がる、毒属性浴びのダメージアップ中っていうことで、まあこれは強いね。これ強いんだけど、さっきも言ったけど、マスター審議が幻突にしか上がんないから、言うて、結局他のキャラと比べるとっていう感じになるので、ちょっと中途半端だね。このアクセル審議は強いからさ、これつけるんだったら、マジで幻突、せめてプラス9にしてほしかったね。って思っちゃうな。まあ、忍者自体選択肢がないから、まあしょうがないっちゃしょうがないかなと思うんだけど、惜しかったね。ということで、まあ総評なんですが、まあ今言った通りだね、ポンブレバフカウンターのせいで
残念でしたね。汎用性がなさすぎる。完全に天命忍者専用のキャラになっちゃったかなっていうところが、まあ毒属性だけで見ればね、他の属性であればまたね話は変わってくるのかもしれないけど、まあ現状だとマスターシギンは毒でしか出てないからっていうところがあるかな。で一応ですね、この間のフェスで出てきたオルトロスのマスターシギンが健康一滴カウンターだから毒属性ダンジョンで使えるキャラだったんで、それを意識してんのかもしれないね。またこの間オルトロスがね健康一滴カウンターで出たばっかなのにエッジがまた健康一滴カウンターっていうのもおかしいので、まあ必然的にこうなっちゃったのかなというところで、もうオルトロス自体も割と後期に出て毒属性のバッファーっていうね、今もう立ち位置になっちゃって毒属性パではほぼ必須というか、そのオルトロスの有無でだいぶ難易度変わるレベルの劇的な強さを持ったキャラクターになっちゃったから、エッジが霞んじゃったよね。エッジも結構後発で毒属性を持ち出したキャラだったと思うんですけど、そういった意味ではちょっと残念ですね。オルトロスに負けちゃったかなという印象があります。はい。で次はユフィだね。ユフィのマスターシギン、今回は水ではなく地属性だね。分かれてましたね、水と地じゃなくて完全に地だけのマスターシギンで、内容デプロテ型でしたね。ユフィもデプロテじゃなくて普通にアタッカー型でもよかったと思うんだけどね。割とね最近のフェス、1年くらい前のフェスかな、で火力を手にしたと思うんですよ、ユフィさん。なんですけど、またやった、これでようやくメインアタッカーにと思った矢先にこのねマスターシギンでデプロテ型になっちゃったもんだから、サポート型なんですよね、要するに。やっぱり火力は諦めたというかって感じかな。なので味方のサポートっていう形になります。でクリスタルシンギ、これね本体効果で ATB 一回なしついてるんですよ。あれ強くねって思うかもしれないんだけど、クリスタルフォースが結構まあ平凡、忍者ダアビーのダメージ一旦アップ台ともう一回放つとボーマボー貫通台なんだけど、まあ、ここだけ見るとねなんかパッと見すんげえ強そうじゃんって思うかもしれないんだけど、思い出してねつい1分前の話を、マスターシンギがデプロテ型なんですよ。そう生きないんだよね、幻突レベル低いからさ、この一旦アップ台とかさもう一回放つとかさ、これが新幻突とかね、せめて幻突レベルプラス9だったとしたら99,099 がもう一回放つとかねなってたわけ。199,099 だったらさらにそれもう一回放つで20万ダメージが増えてたみたいなところがあったんだけど、デプロテ型だからちぐはぐなんだよね。デプロテ型のせいで火力の上限が低いくせに、クリスタルホースでなんか火力系、なんか私メインアタッカーやれますよみたいな雰囲気の内容なんだよね。 ATB 一回なしとクリフォーがねもう一回放つで、このちぐはぐさ残念です。で悪神はどうかっていうと、まあこれもねそうなんだよね。はい、敵単体に8回攻撃の追撃、そう追撃自体は強いよ、強いめちゃめちゃ強ポンだと思う。ただやっぱりデプロテ型のマスターシギンが足を引っ張ってくるで。はい、ということでですね、総評でいくと、要するに、ATB 一回なしって強くないとか、クリスタルホース強くない、8回攻撃の追撃強くないってみんな思うじゃん。完全上位互換がいるんだよね、実は地属性の忍者って。ケルガーがいるんだよね。みんな思い出して、ケルガーって ATB と待機時間3回なしだよあとていうかなんだかんだというか、なんならねケルガーの使ってみた動画出したよね。ケルガーのマスターシーンに使ってみた、あれができるんだよケルガーだったら。ユフィ使う理由なくね、もうケルガーでよくねってなっちゃうから、全場面ケルガーでよくねになってくるし、じゃあデプロテあるじゃんみたいな、デプロテだったら別に他のキャラでできんだよねってなっちゃうので、
別にユフィである必要なくねってなっちゃうの。マジで使いどこないですね。天命忍者でさえも別にケルガーでよくねってなっちゃうから。地属性の忍者欲しいな、じゃあケルガー入れよっかってなるから。ので、マジでユフィがもう使い道なくなったというか、どうしたいのかよく分かんなくなっちゃったね。まあ逆にですよ、ケルガーと同じようなマスター審議だったとしても、結局ケルガーの劣化版でしかなかったんだけどね。 ATB1 回なしまでしかできないしってなっちゃったけど、まあどっちにしてもだね、なんか本当にケルガーともう明確な役割の違いをなんかここで発揮するしかなかったんだけど、もうなんか中途半端すぎて、デプロテじゃちょっと弱いかな、役割のそのなんだろうな、ケルガーとの担当の違いみたいなところを分けようと思ったんだろうけど、ちょっと違うかな。それだったらさ、あれウォルも確かデプロテ型だったよねって考えると、地属性デバフもできてデプロテもできるんだったらウォルでいいよね、ケルガーの相方にしてもってなってくるから、マジで使いどこないね、ユフィ。残念なキャラになっちゃいました。お疲れ様でした。はい、で最後キロスですね。こちらキロスがなぜかゲットキューアップ型なんだよね。強いね強いわ。まあ新幻突型じゃないので、まあ純当たり型っていう感じ、新幻突じゃなくてもまあ十分強い役割果たせるよっていうアタッカーだね。でキロスのいい点は二属性対応してるというところかな。であと、まあ、ここにはないけど究極審議で実はね、あの英雄戦闇の極化で7回攻撃になるっていうのもあるから強いよ。 7×99,099 出るから、つまり一発70万ってことだね。70万かけ究極と仮に D 角併用していた場合は4回攻撃だからね、280万出るってことだからね。さらにクリシンまで足していれば350万出るってことだよ、確定5回攻撃で。って考えるとキロス超強えなってなるよね。意外と強いんだよねキロスね。マスター審議恵まれてよかったわ。これがもうユフィとの差だね。でアクセル審議どうかっていうと、4回攻撃プラス短時間味方全体の闇氷攻撃力1段階アップ。まあ、短時間だからそんなに重ね掛け自体はできないけど、まあないよりはマシかなっていうところだね。味方全体のバフだから、一応味方全体の火力の底上げにもなってくれる。まあまあ強い。ということで、キロスの、総評ですが、揃っていれば意外とメインアタッカーやれる強さがあると。いうことだね。まあ、ただですね、そう、属性ダンジョンでも使えるし、シリーズダンジョン、FF8 でも、氷属性とかで統一できるから全然強い。で天命忍者でも使えるし、あとキロスって何気にシューターも対応してんだよね。だから天命シューターもいけるし、天命忍者も対応できるっていうキャラで三軸で活躍できるから、結構揃ってれば強キャラなんだよね。まあ、ただ注意点は、氷属性も闇属性の物理アタッカーも強アタッカー揃いなので、マジで手持ちに左右されるとしか言えない。闇属性物理なんかいっぱいいるよね。氷属性物理もさ、ATB 短縮できるキャラ、なしにできるキャラ、いるじゃないですか。あの、雪山界最強の男とか、あと、エイトとかね。まあ、そういったキャラもいるから、本当に手持ちに左右されるし、サブアタッカー的な意味で言ってもノエルとかがいたりするからね。まあ、なかなか、まあ、氷も闇も厳しいところではあるので、皆さんの手持ちによってっていう感じになると思います。はい、であとシャドウがなぜか1個だけクリシン復刻してるんだけど、まあ特に何の変哲もないクリシンだし、過去に解説動画で喋ってるから別にいいね。シャドウなんか本当に空気だなこれ今回。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。今回のガチャについては、まあ天命忍者に1ミリも勝てる気がしないよっていう人向けになってくると思います。まあ、とにもかくにも一回天命忍者挑んでみてですね、もうどうしても無理、何しても無理、手持ちじゃマジで勝てる気がしないぜっていう人が引くべきガチャで、
別になんかもうちょい立ち回り詰めれば勝てるなみたいな人とか、あと必殺技あと一つくらいあれば勝てるなぐらいの人だったら別にドリスレでよくねってなるしねそれぐらいだったらわざわざこれ引かなくてもっていう感じのガチャかなと思います。でまあ今回実装されたね、まあ、エッジにしてもユフィにしても通常のプレイではほとんどいらないものばかりなので、うんまあうん、エッジが毒キャラでトップクラスのアタッカーに成長させるのかと思いきやね、別にそんな感じでもないしみたいな。でまあユフィに関してはもう明確なケルガーの劣化版でしかないし、で キロスどうかっていうと氷属性と闇属性物理ちょっと競合が強すぎるよねと。まあただちゃんと装備揃ってればシリーズとかジョブとかね属性三軸で全部使っていけるんで、うんまあキロスもともと使ってる人向けってことになってくるのかな、はい、まあ、あるいはこれから揃えていきたいみたいな人向けになってくると思います。あとまあドレスレコード欲しい人、 DCF7 モデルが欲しい人は33連してねって感じ。以上です。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そして高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。